ライリー・キーオはアメリカ合衆国の女優、モデル。祖父はエルビス・プレスリー。アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルスで生まれる。祖父はエルビス・プレスリー。祖母はプリシラ・プレスリー。母親はリサ・マリー・プレスリー。父親はミュージシャンのダニー・キーオ。弟のベンジャミン・ストーム・キーオとイフ姉妹である双子のハーパー・アベビ,ビアン・アン・ロック・ウッドと、 フィンリー・アーロン・ダ・ブロックウッドがいる。14歳になった時、イタリアのミランで行われたドルチェガッバーナのファッションショーのステージ上を歩き、ファッションモデルとしてデビュー。また、リサ・マリーとプリシラと共に、防具の表紙に登場した。2010年に公開された、青春電気映画、ランナウェイズで、役者としてデビューし、作品では、ダコタ・ファニング演じるシェリー・カーリー役の姉妹、 マリー・カーリーを演じた。オーランド・ブルームが制作し出演した2011年公開のスリラー映画、グッド・ドクター・禁断のカルテで、オーランド・ブルームの相手役の患者ダイアン・ニクソンを演じた。2012年には、スティーブン・ソダーバーグ監督作品のコメディドラマ映画、マジック・マイクに出演した。2015年公開のジョージ・ミラー監督のバイオレンス・アクション映画、 マッドマックスイカリのデスロードに5人の妻の一人として出演した。2012年のマッドマックスイカリのデスロードの撮影の際、スタントマンとして出演していたベンジャミン・スミス・ピーターセンと出会い交際を始めた。そして婚約を発表し、2015年2月4日に結婚した。2019年には日本を舞台にしたアースクエイクバードで主人公の死んだ。 友人役で出演した。ありがとうございます。